こんにちは、フルート奏者大塚由紀です。今日はホイッスルトーンについてお話ししたいと思います。ホイッスルトーン、ホイッスルというのは口笛、トーンは音なんですけれども、これをこんな口笛みたいな、口笛のような音をフルートでも演奏するという、特殊奏法の一つになるのかな。でもそこまでレアではない奏法になります。特殊奏法私には関係ないやっていうほどあんまりそんなに特殊レアな感じではないですので、ぜひね、ホイッスルトーン遊び感覚でやっていただけたらなと思います。これね、すごいいい効果なんです。何にいい効果かというと、アンブシュアです。アンブシュアね、やっぱりフルーティストにとってすごく大事です。私たちリード楽器でもないですし、マウスピースもないです。たったこの歌口のリッププレートと自分の唇だけで音を作らなければいけません。でやっぱりいい音、音がかすれないようにしたりとか、高音をどこまで飛ばせるようになるとか、やっぱりそういうアンブシュアがすごく関わってきますのでね、ぜひ安定した、そしてリラックスしたアンブシュアをゲットしたいですよね。その練習に最適なのがホイッスルトーンなんですよね。ホイッスルトーン、どんな音がするか、まずちょっと私がデモンストレーションしてみますね。わかりましたか？普通常、今ハーの3オクターブ目の一番高いね、3オクターブ目の音域のハーの音、 C の音、 B の音で、の指で今ホイッスルトーンをやったんですけど、これ普通に吹くとね、なんですけれども、ホイッスルトーンでさっき演奏したら、ホイッスルトーンはこんな感じです。指は変えてません。同じ指使いでホイッスルトーンが出ます。このホイッスルトーンなんですけれども、私何を参考にしたかというと、参考にしたテキストがあるんでちょっとそれも紹介しておきます。この、ピーター・ルーカス・グラフさんのチェックアップっていう、エクササイズの本なんですけども、これ私アメリカで買ったので、でも日本に日本語版が出てるはずです。日本語訳版が出てるはずです。ちょっと後で探してリンクあればリンク貼っておきますので、もし興味がある方はチェックしてみてください。このチェックアップっていうエクササイズ、グラフさんの本の中で、このページですね、16ページにアンブシュアっていう項目があるんですけど、このアンブシュアのところにホイッスルトーンって書いてるんですよね。こっち英語かな、ホイッスルサウンズ。こっちは何、ドイツ語、ドイツ語かな、ホイッスルサウンズなので、やっぱりアンブシャーのこの安定したアンブシャーとリラックス、この口の周りの筋肉をすごくリラックスさせる練習にこのホイッスルトーンが最適ということで書かれてるんだと思いますね。でこの練習はね、ちょっとね、音大生とか、上級者向けになるかなと思います。プロの方向けになるかなと思いますので、これはもう無視していただいて、もし興味がある方はもちろんこれやっていただいていいんですけれども、今私が説明するのはもう単音にします。今吹いたみたいな単音にしますので、ぜひフルート取り出してやってみてください。もうゲーム感覚です。もう別にできなくても何の問題もないので、ただ本当にアンブシャをいいアンブシャをね作ったり、アンブシャどうして作ろうって悩んでる人なんかはすごいいいかもしれない。こういう練習ね、そんな何分もやる必要ないんですけども、ゲームみたいにして出るかな出るかなって言ってやって、探ってやってみてください。でね、このホイッスルトーンを演奏するのにコツがあります。そのコツがこのまたグラスさんの曲テキストに書かれているので、ちょっと読んでみたいと思いますね。リッププレートとこの下唇のこのコンタクト、このつける感じのこの つける強さをそこまで強くしないでください、減らしてくださいって書いてるんですよね。フルートを演奏するときは割とグッとこうグッとつけると思うんですよね。三点指示で左手の人差し指のつけでこっち自分の方向、違う動画でも話しましたけど、で右手向こうに向かう、そのやっぱり圧力で割とここはしっかりめにつける
んですけれども、まあそれも賛否両論ねあるんですけど、まあ多分つけあっていうか私は割としっかりめにつけてます。ここが揺れるだとやっぱりね、まあ、しっかりめにつけることになると思います、3点指示だと。でもこのホイッスルトーンを演奏するときはですね、練習するときはこのここの下唇とこのリッププレートの、コンタクトのこの圧力は減らしましょうよって書いてます。2つ目は、このまあ唇の形作りのことなんですけども、 As if you were actually using the note in question、 あたかもって鳴ってるかのような唇をこのフィスルトーンを吹くときに、あたかもそういう唇の形にしてくださいって書いてます。ちょっと近いとはいえ、まあ本当に唇じゃない口笛を吹くみたいにとはやってたらちょっとフルートのアブシャッターは違うんですけれども、まああたかもそういう感じという感覚かな。イメージ。3つ目はとっても少ない息の量とスピードで演奏してくださいって書いてます。プラスタンギングなし。タンギングはしてません。トゥートゥーとはしてません。下はどこでもない、上顎も下顎もついてない、もうそこにあるままの状態にしておいてください。下突きはせずで、小さな小さな息の量とスピード、本当にわずかな息の量です。あんまりきつく吹くと本当に実際の出る音になってしまいますので、本当にわずかな息です。でもやっぱりこの時お腹を忘れないようにしてください。お腹からの息の流れをちょっとまあ意識するといいかなと思います。こんなコツがね書いてます。4つ書いてるんですけども、4つ目はこのここに関してのコツですので、ちょっと今日は割愛します。これもしゲットしたい持ってるよっていう人はまあ読んでいただいていいと思うんですけど、結構難しいですこれ、上級者向けなので単音でいいと思います。単音でこの辺がリラックスするなっていう効果が得られると思います。またアンブシャーを安定させる、アンブシャーを形作る、のにすごい効果的ですので、ぜひホイッスルトーンやってみてください。まとめます。ホイッスルトーンはアンブシャー、口の周りの筋肉を安定させたりリラックスさせるのにすごくいい練習方法です。ホイッスルトーンは3オクターブ目の正規の指ですよね。 C、C のフラット、ラ、ラのフラット、ソ、この辺り、フィスも出るかな、ファのシャープ、ハ、ベ、ア、アス、ゲ、フィス、F、この辺出ると思うんですけれども、これは、指は正規の指でお願いいたします。正規の指です。ハーモニクスとか関係ないので、3オクターブ目の正規の指で、唇、下唇とリッププレートの圧力は少なく、割とわわわっとした感じ。息のスピードと息の量は通常演奏する時よりも少なく、下突きはしないでください。ホイッスルトーンを吹く時の口の形、唇の形はあたかも自分が口笛を吹いてるかのようなイメージで、そうするとこの自分の口の周りがリラックスしたり、自分にとっての最適なアンブシャーが見つかるかなと思うんです。このホイッスルトーンがちゃんとできれば、人と比べて自分のアンブシャーがどうとか関係ないので、自分にとっていいアンブシャーで結果いい音が出たらそれでいいので、その
すごくいい練習になるのでホイッスルトーンおすすめします。別に、ね、毎日やる必要もないし、まあ、毎日1分ぐらいやっても全然いいと思います。まあ、ゲーム感覚でね、あ、こんな音が出るんだ、楽しいな、風なんかピューってこう隙間風みたいな、窓がちゃんと閉まってなくてピュー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 風が入ってきてるみたいな、そんな音なんですけれどもね、ぜひ見つけてやってみてください。最初は難しいと思います。私も今もまあどうなんだろう、もっと上手い人多分たくさんいると思う。あんまりうまくデモンストレーションできなかったかもしれないんですけど、まあかこんな感じっていうのは分かっていただけたかなと思います。この口の周りの筋肉とアンブシャーの安定、アンブシャーを作るのにすごくいい練習方法になりますので、ぜひホイッスルトーンやってみてくださいね。私の動画ではフルートに関する情報とか練習方法を皆さんに提案して共有したいなと思っています。ぜひリクエスト、こんなことやってほしいとか、こんな曲吹いてほしいとか、この曲のここが分かんないとか、まあ音が遠くに飛ばないからとか、もう何でもいいので、質問とか悩みとかあればぜひコメントしてください。ツイッターからとかリンク貼ってますので、ぜひよろしくお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。チャンネル登録の方どうぞよろしくお願いいたします。いいねもいただけたら、この動画気に入ったよとか、気に入っていただかなくてもまだまだ成長の余地あるよっていうことでも、いいねお願いしますお願いします。すごくモチベーションになりますので。それでは聞いていただき、見ていただきありがとうございました。また次回。